カジカの久保です。今日は11月13日ですね。FX の相場解説を始めていきましょう。今日からカメラの位置変えたんですけども、どうですかね？見にくいですかね？いろいろと思うところがありまして変更してますけども、じゃあ、いつものようにね、チャートの方に移っていきましょうかね。どうぞどうぞ。はい。では、チャートの方を見てみますけども、右肩下がりなのは右肩下がりなんですよね。ズバーッとこういうふうな形でいってますけども。で、問題はここですよね。大きく上の方にドバーンと来た後、これはね、下の方に下がっていくんではないかなというふうに考えています。それはトレンドがね、右肩下がりですからね。それから大きな上昇波動があった時、上昇波動ではないですけども、大きな突き上げがあった後って必ず調整で利益確定の売りが入るんですよ。まあ、ですので、また下がっていくんではないかなと思いますけどもね。で、これが4時間足の方ですね。日足の次は4時間足。4時間足なんですけども、やっぱここを力点としていくところと、こいつはボックスがあってですね、もうちょっとボックスを大きくしてからかな。で、同じようにここのボックスに絡んでくるってところで、多分ね、このうにょうにょしながらも、ここをブレイクした時に大きく下がると思いますんで、そこをね、ちょっと意識しておこうかと思います。エントリーポイントは、セルで、105円の、115円ぐらいですかね。この辺を下回った時だと思いますね。で、最後の1枚、1時間足なんですけども、やっぱ横長なんですよね、ここがね。まあ、ですんで、まあ、下に下がりつつありますけども、ここは。まあ、これもう一回ね、上に上がってからかなと思いますけども、何回上に上がるのかわかりませんけども、こちらをですね、下回ったとき、105円の、105円の115ぐらいですか。この辺を下回ったときにセルをかけていこうかなってことですね。はい。まあ、アメリカ大統領選もね、わけのわかんないことになってまして、日本の報道と現地の報道が違ったりとかね、票の再集計が始まったりとか、もうちんぷんかんぷんでございますけども、やっぱドル円のね、FX にはかなり関わってきますんで、まあ、あまり待っててもしょうがないような気がしますけども、あくまでもこのテクニカルっていうのは、そういうふうな大統領選も意識するんですけどね、材料っていうものは。ただやっぱりチャート上の現象だけで、これからの動きを測っていくものですから、もうちょっとね、私もファンダメンタルに左右されずにテクニカルだけを見ていければなと思うんですけどね。現在のところ、はっきりとした結論は出てませんけども、まあ私の気持ちはね、セルで取るってことですね。これはまあ、円高にまだ向かいますんで、今105円でしょ ?104 円とかね、103円ってのはまだ、実現すると思いますんで、少なくとも106円の方向に行くってことは考えにくいかなというところで、確率としては60%円高に触れて、40% ぐらいの確率で、まあ、ドル高に触れるかなと思っております。まあ、4対6ですね、まさにね。ただ、現在のところね、ちょっと前からなんですけども、大統領選がパシッと終わるんではないかなと思ったんですけども、案外ね、長引きそうですね。ということなんで、この大統領選を意識せずに、チャート上だけで、やっぱりテクニカル派らしく、テクニカル分析をしていこうかと思います。本日は以上です。ありがとうございました。